長く続いた寒気の後でようやく雨が降った時、ネズミは食べ物を探し求めて巣穴を出た。そして疫病を運んできた。耳と鼻から血を流し、ひどい苦痛の中で恐ろしい数の人々が亡くなった。かつてにぎわっていた多くの町が空っぽになった。ネズリとは昔はよく遊んだけど、最近はあんまり見ない。もっと大事な用事があるんだ、多分。あなたの故郷の子供たちも権力者をバカにする？それも成長でしょ。大人を試すのよ。危ない目に遭ってるの？いえ、見張りたちが脅すの。でも昔は彼らも石を投げてた。わからない。何か見落としてるんだわ。
いっぱいね、これ以上持てないわ。これ以上は持てないわ。いっぱいね、これ以上持てないわ。この翡翠の仮面はおそらく葬儀の際に高貴な身分の者の遺体にかぶせられるものだろう。職人たちは死んだ者と瓜二つの仮面を作ることができたと言われている。あれはアルーシュなんかじゃない。子供たちの仕業だ。何かまずいことが？え、ああ、実は毎朝目が覚めるとうちの中にあるものが知らないうちにみんな動かされているんだよ。アルーシュがどうとか言ってたけど。その話はやめてくれ。アルーシュなんていない。子供たちの仕業さ。俺をからかってるだけだ。それなら中に入れないようにすればいいじゃない。そうしたさ。でもどうやっても入ってくるんだ。引っ越した方がいいかな。
うん、これは無理ね。もう持てないわ。いっぱいね。これ以上持てないわ。ちょっと寄って行ってちょうだい。伝説によると7人の守り手が財宝を守っているそうだ。でも散々探したけど見つからなかった。もう訳がわからないよ。財宝を見つけてもらう気がないならどうして謎かけなんか作るんだろう。今日は忙しいよ。ククルカンは私たちに繁栄を約束したかもしれないけど、捧げ物が必要でね。
この町に足りないものが何かわかる？愛よ。ハイビスカスの香りみたいに、昔はそこかしこに漂っていたのに、その香りもウヌラトゥの夫サイリの死とともに消えてしまった。あの二人を見ているだけでも幸せな気持ちになった。どこへ行くにも二人一緒で。今日みたいに晴れた日には市場に買い物に来ることもあった。あの二人が来るとどんな屋台も輝いて見えた。あんなに愛し合っていたカップルは見たことない。この争いが全部片付いたら、あのハイビスカスの香りは戻ってくるかしら。アマルは兄弟の葬式のために帰還した。葬儀の最中は悲しみに打ちひしがれていたが、その後は冷静だった。しかし翌日、彼は猛烈な勢いで町を突き進み、教団の教祖の正体がよそ者であると暴き出した。今こそパイティティの民が自分たちの町を支配するべきだと彼は宣言した。片手には切り取った首を、もう片方の手には血で染まったナイフを持って、もうよそ者に屈することはないと宣言した。はるばるあの男のところまで行ったのに交換を拒否されたわ。私の持ち物の中に欲しいものがないんですって。失礼しちゃうわ。ゴミとガラクタにまみれて暮らしてるくせに何様のつもりよ。これであいつは大事な客を一人失ったわ。もう二度とあそこには行かない。今後私は市場でしか商売はやらないつもりよ。サイコロを見つけたわよ。ありがとう。ピスコがサイコロを盗んだって言ったわよね。そう、ピスコは盗っとさ。でもピスコはあなたが勝負を持ちかけて負けたって。もう勝負してくれないだろうな。もう一回投げれば勝ちだったんだ。ピスコはあなたに、勝負を決めるのはサイコロではなくそれを投げるものだ。サイコロも戻ったし、これでもっと練習できる。ありがとう、意識。意識、サイコロが戻って嬉しい。たくさん練習して次はビスコに勝つぞ。たくさん練習して次はビスコに勝つぞ。ウヌラツ様の友よ、気をつけろ。ジャガーの戦士、あまり近づかないことだな。常に反乱者を見張っているんだ。しかも彼らは容赦がない。
知らない顔だね。ここで何してるの？その服はどこで手に入れたのさ？これはウヌラトにもらったのよ。ああ、あんた女王の客人だったのかい。悪気はなかったんだよ、許しておくれ。そんな気にしないで。いらっしゃい。いいわね。また来て。判別が難しい。人々が二つの川の間で暮らしている。彼らの他にも外界の者がいたが、危険な存在には見えない。反乱者たちこそ真のパイティティの子だ。俺に言わせればな。そう思ってるのは俺だけじゃない。ただみんな思ってても口に出さないだけだ。浄罪の時は近い。太陽を蘇らせるのはウヌラトゥの一族の仕事だ。本来生贄にされるのはククルカンの方だ。だがそういう考えを持ってることがバレたら殺される。だからみんな黙ってる。
これは無理ね。もう持てないわ。こんにちは、イシキ。リャマ、かわいいでしょ。とってもおとなしくて、野生のグアナコもそうなの。かわいがられるのが好きなのよ。神々も認めるくらい。多くの人と同じように妻もひどい病気なんだ。よそ者が持ち込んだ病さ、誰かがどうにかしないと。いっぱいね、これ以上持てないわ。あなたの故郷の子供たちも権力者をバカにする？それも成長でしょ。大人を試すのよ。危ない目に遭ってるの？いえ、見張りたちが脅すの。でも昔は彼らも石を投げてた。
あなた、町の喧騒から逃げてきたの？確かに日ごとに騒音と混雑がひどくなってきてるわね。人も変わっていくし、服や食べ物や宝石をどんどん欲しがるようになっているし、みんな近所の家を覗いてそこにあるものを羨ましそうに見てるのよ。どうして人ってみんな満足できないのかしら。もううんざりだわ。時々ね、一人でこっそり抜け出す夢を見るの。船に乗ってパドルを漕いで川を登るのよ。でも私にとってはここが全てだから、そう簡単に決断できないわ。もうちょっとじっくり考えてみないと。話を聞いてくれてありがとう。あなたと話したら少しすっきりしたわ。この精巧なパイプは、緑、青、黄色で描かれるアステカの蛇の精霊、シウコアトルを象徴する姿に彫られている。側面を飾っている半奇跡の中には翡翠もあって、マヤの影響をある程度受けていることを示している。パイプからはまだ根の燃えた匂いと煙が上がっている。そうひどい匂いではないかな。